はい、皆さんこんにちは。平田ドラム教室武藤です。本日は、バスドラムの踏み方ですね、ちょっと紹介していこうと思います。まあ、奏法的な話になるんですけど、ここの打面にこれビーターって言うんですけど、ビーターをつけておくか離しておくかで音色が変わります。例えばつけておくと、叩いた後の音をこのビーターで止めることになります。はい、まあ悪く言うと音が伸びない。でもメリットとしてはパワフルにパンチ力のあるアタックのある音が出ると。これをプレス奏法って言います。押し付けるので。はい、でそれに対してですね、打面に当てない、まあクローズドとかっても言うんですけど、これはオープン奏法ですね。反対に開けて、まあ、開いておく。そうするとですね、わかります？ちょっと上から撮ると今ビヨンってなってるんですけど、これ実際当たってないですから、ね、そうするとさっきと違ってバスドラムの鳴りの余韻がドーンってこうしっかり伸びるんですね。これをオープン奏法といって、まあ、メリットとしてはオープンな鳴り、オープンというか、まあ、よく鳴るというか、太鼓がね、自然な鳴りをするので、ちょっと温かみのある感じが出たりします。で、デメリットっていうまででもないんですけど、パワーは出しにくいですね、かなり。はい。パワー出したいんだったら、プレス。で、鳴りを豊かに、ちょっと黒、なんていうんですかね、バラード系の曲とかやりたい時とかになんかこう使ってみたりすると。プレス、という感じで、バスドラムの踏み方の大まかな、ね、2つの奏法があるので、皆さんも、やってみるといいかと思います。以上です。